久保さん今回表にしましょうか表まあ多分ねあの僕いろいろやってきて思うことがあの表と裏をできるだけイコールにする一緒にすると人生楽になるって感じですかね要はそこに歪みが生まれないのでうんだから、まあ、僕もねあの情報発信して どういうスタイルがいいかなって、まあ模索してきて、まあ今の最終的にスタイルになったんですけども、まあでも模索してたというか、まあ考これ、これでいいのかなと思いながらやってたっていう、でもこれでいいのかなと思ってた、やってたんですけど、なんだろうな、うん、まあ正直僕はね、YouTuber じゃなくて商品売ってるので、結構ずっと、まあモデリングしたのが柴田さんなんで、 まあ柴田さんも最初、まあ、ここに壁紙があってね、かまあ、こういう感じで壁があってこう、なんかもう家なんですよ、普通の。で、そこでバーって喋ってて、これで行ったら楽だなと思って。で、ずっとやってきたんだけども、まあ、商品売ってるじゃないですか。だからそう、これはうん、まあ、売り上げもね、立たない時もあるので、これで大丈夫かなと思いつつも、まあ、自分はこう,こうこれ、こういうスタイルがいいと思ってね、 うんやってきてき、まあ、結果的にねこのスタイルで良かったなとほ本当に裏で思ってたことと表で表現することがまあ一緒っていうか,だか心の中で思ってることって見えないじゃないですかで心で僕はこれがいいなと思っててだけどそれを表にすると、まあ、僕は商品売ってるし、まあ、売れないんじゃないかみたいなねだからその借金も最初そうだったんですけど借金があるって言っちゃうと 売れれなななないいんんんじゃないかかと思っってたたでで、まあ、それも言わなかったんですけど借金もありますって言っちゃって楽になったしうーんだ思ってと裏だ思ってることを言えるようになると楽になるんじゃないかなって要は溜め込むからじゃないですか昔そのガス抜きみたいな言葉あったんですけどガスが溜まる理由って思ってることを溜め込むからですよね多分。 でも思ってることを一切溜め込まなければガス抜きもクソもないですよね。うん、だから僕はまあ結構その今人生楽になった理由っていうのはガスがたまんないですね。うんまああと人と関わんないっていうのもありますけどね。うん、気がうん久保さんぐらいですよこういう関わり方してるのは。他の人こんなやりとりしないので <laughs>。でも久保さんとこのやりとりができる理由は気が合うからですね。 気が合わなかったら多分続かないし、やらないし。うん。だからまあ今、基本的に気が合う人としかつるまないので、なんもたまんないですね。うん。で、しかもまあ情報発信してるので、まあ、少なくてもフィルタリングがかかってます。僕にお問い合わせ来る人って、まあお問い合わせもね、まあ久保さんはお問い合わせはメールアドレスで、なんだ、メールしてくれればすぐつ,つ,つながると思うんですけど、僕の場合は、 全部フォームにね、全部必要事項入れないとお問い合わせ僕に来ないので、うん。で、コメントも僕ひあの書けないようにしてるんで、僕につながるためには、そのめんどくさいね、フォームに入れないとつながらないんで。だから少,少なくともそれでフィルタリングかかってますね。わざわざ本名を入れて、メールアドレス入れてみたいにしないといけないですから。うん、僕は本名で本名を晒してますけど、お客さんは本名を僕に公開したくないんで。 僕は本名を晒してるし顔も晒してるけどお客さんはメールアドレスもあの入れたくないし本名も教えたくないしっていう <laughs> でそのフィルタリングを通り越してこないと僕にお渡せ来ないですからねでもそれは僕は言い分だと思ってるんでいや僕も本名を出してるし顔もこんだけ晒してるのにそのねお渡せする時いや名刺配る名刺というかね名刺はいらんけども、まあ、それぐらいやれよっていう話ですよね うん、まあそれは僕は卑怯じゃないと思いますね。うん。僕こんだけ動画も本数も相当やってるし、顔晒しまくってるし、本名出してるしっていう話で。うん。だからまあその、お互いの、うなんだ、僕もやってるからあなたもお願いしますっていう、まあ別になんだ、悪いことでは僕はないと思ってますから。その代わり、まあフィルタリングかかるんで、ね。 あの変な人来ないですからほとんど。だからまあ僕の発信を見てなおかつうーそれでもまあ聞きたいまあそういうそのフィルタリングがあるけどそれでもなんか聞きたいっていう人しか来ないので、うん、だから今はすげえやりやすいですね。でフィルタリングをかましてるからそんなにお問い合わせも来ないですしうんそう 表と、ね、裏をね一緒にすると人生がね生きやすくなりますね本当にみんなそのそこに歪みがあるから生きづらいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、これはね本当にあのやっとってよかったなと思いますねうんまああとはもう全部インプットしたことアウトプットしてるとか気づいたこと全部出しちゃってるんで1日た,たまって たたものをすすすすぐ1日ででで出すみたいなな感感じじんで循環すげーされてる感じですねだから食ったら食ったらしょんべんするとか食ったらクソするみたいな話でなんかなんかあった場合なんかすぐ出すんで、まあ、循環されてる感じですね常にうーんそう、まあ、非常にまあ良かったなと思いますね自分でこう発信して良かったなって最初は嫌でしたけどねうーんでもすごく生きやすくなりましたね まあゴーストライターの時はもう溜め込むしかなかったですからいや発散する場所がなかったんで首都高を走ってましたけどそう発散する場所がなかったから深夜首都高をあの走ってましたけどもうもしかしたら首都高で僕は死んでたかもしれないですねそう生きてますけどい行ってらっしゃい